とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はですね、ダウンロードコンテンツ第2弾の情報が出ておりましたので見ていきましょう。まずね、ダウンロードコンテンツ第2弾、10月中予定だったんですけども、11月から12月予定に変更となっております。ちょっと延期されましたね。まあいつ来るんでしょうか。どうだろうね、12月の17日にパッケージ版が出るので、それに合わせて来るのか、もしくはまあアニメがもう少し進んだぐらいでぶつけてくるのかどうかですね。ちょっとわかりませんね。で、今回のダウンロードコンテンツの題名が大宇宙決戦ランデブーですね。まあまあいいんじゃないですか、いいんじゃないですか。で、今回の目玉となる1つ目、さらなる高難易度ミッションの追加ですね。俺これはね、ものすごい楽しみ。まあ今でも、まあ、難しいところはありますよ。でも、まあ、最初難しいと感じていたけども、だいぶ楽になった。もう今ではもう全然楽勝でクリアできるものばっかりになってしまったので、もう最高難易度っていうのが楽しみです。うん、楽しみで仕方ないね。まあそれもサクッとねクリアしようと思いますけどね。そしてストーリー新ダンジョンの追加です。きらぼしラビリンスが追加ですね。まあアニメでも出てきました、きらぼし共和国か、あそこのダンジョンだと思うんですけどね。そして強力なあの敵がついに変身。あれだな、エルゼメキアだな。エルゼメキアがアニメでも変身しましたよね。なので変身した姿の敵が出てくるんでしょう。多分相当強いはずなんだよな、アニメであの感じだと相当強い。そしてついに Y 学園への総攻撃が開始。エンマ理事長の決断とは。理事長、学園長じゃなしに、あ、そうか。だからエンマは、スーツみたいなの着てんのか。エンマが理事長なんだ。なるほどね。で、特訓ヌラリ師匠。ヌラリヒョンも出るんだ。ヌラリも、出るみたいですね。で、特訓か。なんかレベル上げクエストみたいなのが出るんじゃない？今はね、結構、レベル上げるの大変なんで、これが、楽になれば、嬉しいですね。うん、みんな600まで行きましょうよ。そして新たな妖怪ヒーローが追加。いいね。まあこれはね、風の噂では聞いてたんですけども、まずアースウォーカーノア。うん、まあアースウォーカーのなんか服が青くなった感じ。そうか、ブルームーンがブルポンがあれだ、ドラゴンになった形で変身するとあれになるのか。いや、わかんない。まあまあ、そういうやつでしょう。で、モモンガレディね。空花先輩が変身するとこれになる。で、T ライン。T ライン、マタロウでしょ？マタロウだよね。まあ、アニメでね、ちょっと前から匂わせてたやつなんで、間違いないでしょう。マタロウが変身できるんじゃないの？強ければいいけどね。今までがちょっと残念な感じなんで。はいはいはい。で、そして、これわかんないね。新マルチミッション、キャンプファイヤー追加。キャンプファイヤー。うん、新しい形のミッションも追加。みんなで火を大きくして、豪華な報酬をゲットしよう。うん。なんか、ミッションクリアしていくと、炎が大きくなっていくんだろうね。で、それが大きくなればなるほど、景品が豪華になっていく。うん、まあ、チケットとかコインとかそういうのも、もらえるようになるんじゃないですかね。チケット欲しいな。今チケットの入手方法がほぼほぼないんで、あれをちょっと、もうちょっと、うん、入手できるクエストを用意してほしいところですね。はい。まあざっと見ていきましたけども、ダウンロードコンテンツ、まあ11月から12月頃となりました。まあまだ日にちはね未定なんですけども、まあ早く来てほしいですね。うん、まあとりあえず引き続きダウンロードコンテンツ第1弾ですね、エルゼクルゼマルチプレイ、それをまだやっていきますので、
チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。